はい、皆さん、こんにちは。今日からですね、なんと、三つ間農園の指導ということで、まず今日は、苗場という、いちごの子供をね、作る場所の整備のための道具を買いに行き、ものをね、現地に、下ろすということをやりたいなと思います。今日はね、強力な助っ人を呼んでます。よろしいですか？はい、ということで、皆さん、助っ人をご紹介します。はい、どうぞ。はい、皆さん、こんにちは。今日は、大変な作業になると思いますが、頑張れそうですか？皆さんに、いい映像をお届けできるように頑張りましょう。いいですか？はい。よし。じゃあ、出発だ。はい。出発進行はい、ということで、いぶきに寄り道をさせられました。島内行きたかったのに、小島電機で、多分ね、トミカコーナー行くと思います。はい、みさこんにちは。何しに来たんですか、今日は。何しに来たんですか。トミカ。え、本当は今日パパのね、買いたやつがあったんだけど。僕の手。パパ、島中でさ、いちごのやつ買いたかったんだよな、いろいろ。僕の手でいい。はい。はい、島中にやってきました。これからね、場を整える、草刈り用具を買いたいなと思います。あとショベルかな、買っていきましょう。これ鎌もいいんだけどね、やっぱ鎌って腰痛くなるからね。今はもう主流はこっちですよね。立ったままできるやつ。うん、何トムカは、トムカ買ったじゃん。ショベルもね、買いたい。1100円で買えるんだね。うん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 。あ、あとトンカチだね。トンカチも買わなきゃ。ゴム用の。これはハンマーだよ。ハンマー？うん。じゃあ行きましょう。はい、ということで今島中の買い出し終わりました。今からお花屋さんの農家さんがいらないものがあるから持ってっていいぞっていうことなので、ね、今からお花屋さんの農家さん行って、使うものを積んで育苗農地へ行きたいなと思います。はい、ではまた。着いたんですけども、もう6時で真っ暗です。でも今から荷物下ろししたらと思います。
ー。